ールを見た時に、うん、もうこれは全然負けてると、うん、アジアすごいと、うん、でそこからあのアジアに興味持ってちょっと好きになりまして、うん、シンガポールといえば、うん、やっぱりあの税制面で税率が安いというところなんですけれども、ね、はい、間違いなく今 17% でいろんなその優遇がついて実際 17% も今で、うん、いかないですよね。小手先の節税云々ってそう考えないでしょ、うんうん、なるほど。どうしたら儲けるか、儲けるか、もっと売り上げ上げるのどうしたらいいか、うんうんうん、利益を上げるか考えないでしょ、うん、一番ねそのメリットが得やすい、得られやすい、おすすめの進出のパターンっていうのがもしあれば、まず絶対持ってですね、はい、まず株式会社、あ、株式会社、はい、プライベートリミットと言いますけれど、のシステムを捉えるのがベストです、ね、なるほど。もうベストは株式会社、株式会社です。会社を現地作りましょうと、はい、会社を始めるとして絶対必要になってくるのがあの銀行口座だと思うんです。何かそのおすすめここだけの話っていうのがもしあれば、うん、シンガポールの場合どうなってるかというと、はい、約束手形っていうのはないです。あ、シンガポールないないです。あ、ないんですか。小切手だけですから。で実際にシンガポールの税務調査が、まあ、どんな感じで進んで、でどんなことを、まあ、根掘り葉掘り聞かれるのか、そこら辺のちょっとあの生のマジですね。なるほど、なるほど。そのための法律なんです。なるほど。あ、インドと今日学びました、はい